ここでは頂点が文字になる2次関数の最小と最大の例題について一緒に見ていきます。この問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょう。まずは方針からですね。頂点が文字になる2次関数の最小と最大は5パターン倍分けをするんでしたね。どんな5パターンやったかっていうと、まず1、3、5が考えやすかったんですね。 でこれを考えるためにでもですねまず頂点を分かっておく必要がありますよねということで平方完成しておきましょうこれによってね頂点の x 座標は 2a と分かります y 座標はねまた必要になったら使おうということでとりあえず今は開けておきますで頂点の x 座標がね 2a って分かったところでこの考えやすかった135を具体的に考えていきましょうまず場合分け1っていうのは範囲の左端が最小で範囲の右端が最大になるっていう状況ですね そしてこの状況になるのは範囲の左端のス2が頂点の x 座標の 2a より大きい時逆に言えば 2a がス2よりちっちゃい時つまり 2a 小なりス2の時ですね。でこれはね倍分けを 2a のまま放っておくのは気持ち悪いんで両辺に出会ってね a 小なりス1の時っていう倍分けにしてあげます。 でその次に同様の考え方でいけるのがこの倍分け5ですね。これはのの右端端がが最最小でで左端が最大になるっていう状況です。この状況が生まれるのは頂点の x 座標である 2a が範囲の右端の6より大きいとき、つまり2 a り6のときですね。でこれもですね倍分けを 2a のまま放っておくのは気持ち悪いんで両辺を2で割って a り3のときという倍分けにしてあげます。でその次に考えやすいのが倍分け3ですね。 これは最小値が頂点で最大値が2つあるよ両端が同点で最大値だよっていうパターンです。でこのような状況になるのはね、A、がどんな範囲かっていうとこの範囲のど真ん中に注目するんでしたね。この範囲のど真ん中はス2と6のど真ん中ということで2になります。計算で出したければス2と6のど真ん中ど真ん中ということは平均ですので足して2で割るとですから2になるんですね。 でこの倍分け3の状況になるのはそんな範囲のど真ん中である2と頂点の x 座標である2、A、が一致するときつまり A イコール2の時ですよねでこれもですね倍分けを2、A、で答えているのは気持ち悪いんで両辺を2で割って、A、イコール =1 の時というふうにしてあげます。でこの1 3 5が出ればというのも倍分け2っていうのは倍分け1と倍分け3の間なんですから。 倍分け1が a が1よりちっちゃい時だよと3が a イコール1の時だよっていうことは倍分け2は1より大きくて1までの時を考えればいいでで、すよねで。倍分け1でここでイコールがないんでこっちにイコールをつけてあげれば a イコール1の時もちゃんと考えていることになるよとということでこの時の最小値最大値はどうなるかっていうと最小値は頂点最大値は範囲の右端ということになるんですね。 倍分け用も同様の考え方です。三と五の間ですね。三が A イコール一の時です。で、五が A は三より大きい時ですということは、倍分け音は一から三の時ですね。で、ここでイコールをつけてないで、こっちにイコールをつけてあげると。そしたら、A イコール三の時も、ここで考えられることになるんですね。で、この時の最小値と最大値はどうなるかっていうと、最小値は頂点、最大値は範囲の左端ということになるんですね。 以上これでね各倍分け5パターンとその時のね最小最大の状況が分かったんであとは実際に計算していくだけですよね。ということでね各倍において Y の最小値最大値を求めていきましょうまずは倍分け1からいきましょう。倍分け1は 2a 小なりス2つまり両辺を2で割った a 小なりス1の時ですね。 この時は x イコールマイナス二で最小値となりますね。ですから x イコールマイナス二をこちらに代入して求めましょう。まあ、こっちでもいいんですがね、基本的にはこっちの方が楽になることが多いです。ということでここにね、x イコールマイナス二を入れて計算すれば 8a プラス七となることがわかります。なんでね、最小値は 8a プラス七です。もしね、計算ミスが怖い場合はこっちにも入れといて確かめましょう。やっぱり同じ 8a プす七になってくれますよね。 じゃあその次は最大値です。最大値になるのは x=6 の時ですね。ですからここに x=6 を代入します。そしたら -24a ス39が出てきますよね。もし計算が不安ならねこっちにも x=6 を代入してみましょう。やっぱり同じ結果になりますね。ということで最大値はプラス2 4 a 3 9です。ではその次は倍分け2を見ていきましょう。 方針の時のようにね、範囲はマイナス1小なりコレーショ小なり1となります。もちろんね、このように考えて1と3の間なんでね、2A の範囲がマイナス2と2の間だよと考えてもオッケーです。そしてそれから両辺を2で割ったら、やっぱり同じようにね、マイナス1小なりコレーショ小なり1となってくれますよね。 でこの状況での最小値は頂点になりますね頂点っていうことは x イコール 2a の時に最小値は y−4a2 乗プラス3になるということでねもう計算済みなのでいきなり答えにいけますで次は最大値ですが最大値は x イコール6の時ですよねということはこれももうね先ほど計算してるんですねこれを再利用できますということで最大値二2 4 a プラス39となりますね OK でしょうか ではその次は場合分け3に行きましょう。場合分け3は 2a イコール2の時ですので、両辺を2で割った a イコール1の時となりますね。で最小値は頂点なんでね、当然 x イコール 2a の時に最小値 y は -4a2 乗プラス3なんですが、今回は a イコール1とはっきり値が分かっているんですね。 ですからこの a のとこに1を代入してしっかり値を求めておくっていうことが大切になります。つまりここに1代入したら2る1で2ですね。x イコール2で最小値はこの a のとこにまた1代入してね、マイ -4 足す3で -1 となります。このようにね、x イコール2で最小値 -1 とビシッと値で答えてあげるっていうことが大切なんですね。 で、その次は最大値ですがやはりねこの状況を見ればわかるとおり今回の最大値は x イコール2と x イコール6同点であるんですね2つともが最大値だよとで x イコール2の時は先ほど計算した通り y イコール 8a+7 となりますで x イコール6の時はこれも先ほど計算した通り y イコール2 4 a 3 9となるんですね でやはり今回も a=1 って分かっているんでこの a のとこにね1を代入して実際具体的な値を出すことができるんですねこっちに1を代入したら 8×1+7 で15になりますこっちに1を代入してもマイナ −24×1+39 でやはり15になります x がマイナス2と x が6の時同点で最大値なんでね当然その値は一致するんですねということで最大値は15ですではその次は倍分けをいきましょう これはね方針で見た通り1小なり A 小なりイコール3でもいいですしこのね 2A の範囲で考えてもいいです 2A の範囲が3と5の間っていうことは2とね6の間なんでこのようにね2小なり 2A 小なりイコール6と範囲が分かりますそれを両辺で2で割ればこのように1小なり A 小なりイコール3となりますよね でこの状況で最小値はどうなるかっていうと最小値は頂点ですよねですからもうね =2a で最小値 −42 乗プラス +3 といきなり答えにいけますで最大値はどうなるかっていうと、X、イコース2の時ですねでこの時の y の値ももう計算済みですですからこれを再利用してもういきなり答えがいけますよねでは最後倍分け号いきましょう倍分け号はこの両辺を2で割った a 大なり3の時となりますよね このとき最小値はどうなるかっていうと X イコル =6 で最小値ですよねでそのときの y の値はもう計算済みマイナス,プラス39となりますで最大値も同様にね X イコルマイナス =2 で最大ですがもうこれも計算済み 8a+7 と分かってるんでそれを採用してねもう最大値 8a+7 と一気に答えにいけるんですねはいということでここでは頂点が文字になる2次関数の最小と最大の例題について見ていきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかね あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう。